それでですね、私自身は、どんなことやってるかと言いますと、武田先生とはですね、武田先生に得たものですね、少しここで念のため紹介してみたいと思いますが、なぜこのことを話すかというと、皆さんに確認したいと言いますが、こういうセミナーとか、または講演を聞いて、人って変わるものでしょうか。いかがでしょうか。どうですか、今まで皆さん自身がセミナーを受けたり、講演を受けて、こう変わったという経験、いかがですか。私は逆にそういう業界におりますので非常に関心のあるところです。そして私はそれに対してどのような答えを出しているのか、それが今から話すことではありますし、皆さん自身がある意味では今日ですね、セミナーを受けてお帰りになる時の大切なヒントでもありますので、それをですね、ちょっと紹介してみたいと思います。で、私はですね、先ほどもちょっと申し上げましたが、今からですね、約9年前ですね、2003年の3月の20日に武田先生と再会いたしました。で、その前に2日前にこの小さな会社儲けのルールという本をですね、広島県の本屋さんで見たんですね。で、武田先生自体は以前から知っていましたので、また武田先生の本が出てるということで読んだんですね。そうすると私自身もその前の年に起業いたしまして、実は経営ということについて非常にこう悩んでいたんですね。というのは、ご存知の方いらっしゃるか分かりませんが、一応私アメリカで上場しているコンサルティング会社にいるんですね。で、経営者の方とかに経営とか戦略を教えてるんですね。で、いざ自分で経営してみたら、そのやり方が全く分からないわけなんですね。で、非常に苦しんでたわけです。そしてこの本を見た時に、もうこれだと思ったんです。なんとその本屋さんで、時間1時間か2時間ありましたので、なんとその本屋さんで1回読んでしまいました。そして、立ち読みだったんですけど、そしてそれを買って、新幹線が2度いましたね。そしてすぐその日にメール打って、2日目に武田先生に会って、2週間後に契約して、そして3週間後に、この戦略社長塾を始めたんですね。そしてこの会場の中には、その時に初めて生徒としていらっしゃいました、参加者としていらっしゃった坂本コーヒーの坂本さんとか、ウッドハルヒトさんもね、この前もいらっしゃったんですね。本当にありがたい話です。そして、実は武田先生とお会いしたのは今から22年前なんですね。これその当時の写真ですよね。なんか愕然との違いがある。で、ちなみに皆さんですね、ここからここまで、これ見たら武田先生もだいぶ変わっていらっしゃいますよね。変わってるってどういうふうに変わってるかと言えないんですけども、ますますこう風格が増してるというかね、そういう感じます。で、私も若干痩せてますよね。実は23キロ痩せたんですね。なんかランチェッサーするとダイエットするか分かりますね。もしかするとランチェッサーダイエットって変えるか分かりますね。それでこの時はどういう時だったかといいますと、ある営業会社の営業所を任されまして、実は営業マンとしてあまり業績良くなかったんですね。で、その会社は非常にですね、厳しい会社で、営業所長として3ヶ月赤字出したらクビだったんですね。ただし私その会社に20代に入りましたんで、西丸君のことだからちょっと若いしね、面倒見てやろうということで、と言いながらどうでもいいという営業所を与えたんですね。そして非常に悩んでる時です。で、どうしたらいいのかなと思っていました。で、周りの人は、西村さんは死んだ顔の色をしてたって言いましたね。顔色がなかったって言いました。で、その時に大阪の方に武田先生がセミナーにいらっしゃったんですね。そしてそのセミナーを聞いたわけです。そしてその時に覚えたことは何かというと、正直言って何も覚えていませんでした。ただ覚えていたのは面白い人だなと思っていました。で、成績が400何人中の最後から5番目とかね、そういう話しか覚えていません。しかしそれからどうなったかというと、なんと私は23営業所あった中のお荷物営業所があったんですね。そこがなんと2位の営業所になりました。全社2位になりました。そして最後はですね、転職いたしまして、その後どういう会社に転職したかというと、小さな業界なんですが、全部業界ナンバーワンの会社になりました。そして最後はですね、なんとちょっと言いましたけども、アメリカで上場しているナンバーワンっておかしいけども。